うーし、再開していくぜ。さて、ここからですね。これなんかやっとるけど、で、前回からレベル大幅に上がっております。レベルが18まで上がりまして、もうここまでレベル上げたら、いけるじゃろという期待。風は私たちに味方している小さき男よ。お前はそう簡単に勝てないだろう。戦闘か。さーて、戦闘は想定してたけれども、まあヘッドスライディングが一番いいかな。SDDS ね。SDDS。しびれむち打ちたい。そうね。SP 回復させるか。違うな、TP だな。TP チャージさせて。よし。あ、ファイヤーボールとか打ってくる。あー、なるほど。これ全体攻撃なんだな。動物のディアートス、スタンピード、敵全体だからこっち打っていこう。すごい階段とかもちょっとやってみよっか。ビッグボムアロー。回復早めにした方がいい。ったー、マジかよ。効果がない。動物たちがかなり強いんだけど、締めてこい、締めてこい。ちょっと打つか。ちょ、回復した方がいいな。回復回復回復。早めにオラン回復させて。いやー、どうしよっかな。とりあえずラピッドアロー。あー、やばやば。全然スタンにもならん。なんか対象に何かの状態異常付与できたっぽい雰囲気だが、しびれむち。うわ、急所。ちょっとやめろ。あば、あば。ここまでレベル上げても倒せないとかある？相当きつくないっすか、あなた。これ全然しびれないし、タフすぎるだろうよ、いくらなんでも。ああ、ほら持ってかれた。バー、小動物振り払われた。なんか効果あったんかな、あれ。しびれむち。ちちょっと生き返した方がいいな。パフュームで生き返すか。ファイヤーボールが痛い。天を仰いでる。うわ、回復。全くしびれへんな、これ。どうしよっかな。ポイズンアロー。あばー、変な気持ちになった。よーし、一人倒した。よし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 、一人倒せたが、もうスキルポイントがねえよ。 SP 回復させて。ほい、毒とかになってくれたら嬉しいんだが。よし、毒になった。しかし一向にスタンにならんな。ミスにもならない。パラライズ状態にもならない。とりあえず TP 貯めるか。オランの HP 回復して。ラピッドアロー。ラピッドアローが結論一番強い気がする。
マシンガンフィスト。なんかダメージ受けてんな向こう。動物ディアートス。あーもうない。ビッグボムアローの方が強いんかこれ。ペンは多い出るわ。ラッキー行動だ。高すぎる。よーし倒した。いや強い。やレベル上げてこなかったら負けた説あるよ普通に。これいけたけど、左でなんかイジイジしてるやついって、こいつは一体何なんだ。いやきつー、これきつーですなこれ。ふうまあなんとかなった。この先か。おん？大丈夫だよパーシー、誰も見ていない。大丈夫、動き出す時が来たよ。パパが教えてくれたことだけは忘れちゃダメだよ。ポッポー電車が来たよー狂ったやつがある。お？なんだ？虫みたいなのがおるな。なんかちっちゃい。なんだ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 。雲みたいなやつが。あれ？何かな？ちょっとくすぐったいよ。後ろで何が起きてるの？あー神様やっつけてー。ひー踏みつぶした。君は命の恩人だ。君に全てを捧げるよ。変なやつ仲間になった。何何何。パーシー、カモの人。運命的なノクソの後に仲間に加わった。単なる普通の人。なんか使えんのかお前。あ、ファイヤーボールとか使える。ボディープレス。励まし。あ、ヒットポイント回復も使えるんだね。とりあえずこの4人さ、レベル上げちゃったからこの4人で行くけど、後ろの奴らも、ちょっと、あれだな、配信外で、でもセーブが自由にできないからさ、配信外でレベル上げるっていうのも、なかなか難しいんだよね。リック！よかった、生きていたんだな。何が起こっている？バディはどこだ？あー、逃げんの。え、ちょっと、そこにバディいらっしゃいません？上に、これ。うわ！おい、お前！お前なんで逃げんの？ほら！縛りつけて。リック。一体何が起こってるんだ？リック。そのことにはもう関わらないでくれ、ブラッド。関わるなどと、俺の娘はどこにいる？娘か。あの子は言ったよ。もうお前のものじゃない。何を言ってるんだ？こんなに長くかかるとは思わなかった。俺たちは世界を守っているんだ、ブラッド。あの子は俺たち人類が再び栄えるための唯一の希望なんだ。お前もわかるだろ。バカか。あの子がどんな目に遭うか分かっているのか。俺たちにどうしろって言うんだ。死ぬしかないのか。あの子はどこだ。裏切ったっつうのか。どうしてこんなことをするんだ。俺たちはあの子の家族だったじゃないか。あの子は俺たちを信じていた。俺の娘を奪わせはしない。いい加減にしろ、ブラッド。よくそんなことが言えたもんだ。俺たちはまさに今もっと大きな問題を抱えてるとは思わないか。お前の小さな家族なんかよりももっと重要なことがこの世界で起きている。まあ、わからんでもないが。もう家族にはうんざりだよ。お前の心が罪の意識にとらわれていようと俺たちをめちゃくちゃにしていいはずがない。もうこれ以上好き勝手な真似はさせられないぞ。お前は俺をわかっていないな。ああ、その通りだよ、ブラッド。わからない。俺たちが知っている、ただ一つのこと、それはお前がうだつの上がらない薬中だってことだ。そして神のお年子を育てられるような人間じゃない。この世界で最も重要なことにはもう手を出さないでくれ。お前は父親なんかじゃない。ただの中毒者だ。ここの、今までの一面、すべては見えてないけど、ブラッドもまあ、家庭で、薬中で、子供を泣かせたりとかもしてたしな。いろいろな背景があったのかもしれん。ジョイはやめた。今の俺にジョイはいらない。そんなザレ言聞かせるなよ。あの子がどこにいるのか教えてくれ、リック。お前を傷つけるような状況はもう望んでいない。やってみろよ。おらおらもうせっかくだしこれ。トゲトゲコンボを手に入れた。必要以上に厳しくさせないでくれ、リック。え、なんだ？
リック戦わなきゃダメなの？あそこにいる子は？ダメなの？トゲトゲコンボでやるしかないの？おらー、マスキになったか？どうだ、おらー、必要以上に。わかった、ブラッとやめてくれ。あの子はスティッキーと一緒にいる。洞窟に隠れてる安藤の。あ、俺を殺す気か。頼む。ひどい、ブラッド。狂気に囚われている。どうなったん？ブラッド、どうなった？もうダメだ。ああ、いなくなってる。つかメニューが開けないんですけれども。なんかおるな、そこにな。どうせ襲ってくんだろ、お前。見えたぞ！ひゃー何やっとんじゃ、お前。女子ブライトアイズ。目見えてないな、こいつな、完全にな。マシンガンフィーズ。そんなには強くねえな。意外とやるか、これもしかして。うわ、火炎瓶投げてきた。マジかよ。そんなもったいないこと作んな。そう来るとは見切れなかったよ。そんなもったいないことすんな、お前。本当に消滅した。しかしさっきの中ボスがマジで強かったの。ブラーッと。え？いやあ、なぜ俺の名を知っている？ふむ、だいぶ昔からの仲じゃないか。君が私を覚えていないだなんて驚いたよ。この人がわかるかい？え？彼が好きか？はい。愛しているか？彼が心配か？君はすっかり変わってしまったのか、ブラッド。証明してくれ。君の腕。君なんかにはもったいないな。私はそれが欲しい。厳しすぎる条件でもないだろう。どうなんだ？君の腕か。どちらも渡さん。俺がお前を殺す。って、言う、と、これどうなるんだろうか。これどうなるんだ。どちらも渡、絶対勝てないボス戦なんだろうな。おそらく察するにな。腕を切れ。彼のことなどどうでもいい。どちらも渡さん、お前は俺を、お前を殺す。それは実に無駄なことだ。いや、いないし。罰走。勝てるか、これ。BGM がこれ微妙な、すごい階段。しかも仲間いないし。ポイズンアロー。うわぁ！あんなまではする、二度とするな。私と君の時間の無駄だ。さあ選べ。腕を切れ、彼を殺せ。リス男！リス男、腕を切れ。なんと勇ましい。君はこの選択がこれからどんなにひどいことになるのか正しく想像できていないように思えるよ。前においで。ブラッドのアタックが減少した。ディフェンスが減少した。左手を使う技を失った。痛みがジョイへの渇望をより強めた。ああ、理想とこう、お前のために、お前のためにやってやったけど。ああ、腕がなくなってる、ブラッドの。ヒットポイントが致命的。自転車まだ使える？自転車まだ使えるっぽいな。ああ、セーフポイントあるけど。よう、あんた。あそこのバイクが見えるかい？今からあんたのものだ。俺はもうどうしようもない状況だが、バイクはあの世に連れていけないからな。覚えておけ。坂で飛びたいならアクションボタンを押したままにしてウィリーをするんだ。だがウィリーをするんなら岩のないところにしておけよ。さもないと泥を食らうだろう。それと誰かをバイクで引いたなら経験値が手に入る。ヘルメットは被るなよ。死ぬ肌、死ぬほど野暮だからな。ええ、死んでいる。おい、いいねこれ。ここにセーフポイントがあるのはあれだけど。あー、なるほどね。お、引いた。あ、だ、ばあ。
ゲームオーバーにはならんかった。優しい。なるほど、ミニゲーム的な扱いかこれ。あーはー、ほいほいほい。あー、なるほど、なかなか難しいね。上にはいけないのかこれ。いけなさそうだな。あー壊れた。なんだおめやら。ランドは非常に申し訳ないと言ってる。ランド？彼はバイクを壊してしまったことは謝る。お詫びの品として彼は我々の食料の全てを差し出すようだ。え？軍用食を8個手に入れた。ランドは今すぐ出発しなければならない。どうか彼を許してくれ。ええー、こいつが親玉か。彼のマスクの下に涙を見た。ああ。どういうことなの？俺たちの食料、おいおいおい！ランドも親切が過ぎるぞ。お前のようなクズはあの人の優しさに触れる価値すらない。お前の旅はここで終わりだ。おい、ヒットポイントが減ってんだけど、俺。これやばい。これはやばいよ。ちょっと一回回復した方がいいな。一回回復した方がいい。しっかり回復してくるべきだったやめろ、本当に。そんなに強くない。そんなに強くないぞ。攻めていった方がいいか、これ。あー、変な状態になっちゃったよ、これ。ヘッドスライド。パワー、フィンガービーム。もう、これあれだな、ラピッドアローとかでも確実に消し飛ばしていった方がいいな。よし、倒した。よし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 。そんなに強くなくてなんとかなった。経験値はめちゃくちゃ美味しいわ。フィンガービーム4。ふぅ。なんとかやれたが。つうか、さっきのセーブポイントまで戻れんくなったな。さっきのセーブポイントを無駄に取っといたが。戻れんくなったー。セーブしときゃよかったよ。そんなことなら。お、セーブポイントあるな。ある。うかつにセーブできんのだよなぁ。これなぁ。これなんか。ああ、やばそうだな。セーブした方が良さそうだな。せめてレベル上げられる場所を確認してから、セーブをしたいが、右側にはいけんな。一回、セーブ、するか？いや、もうちょい進んでみよう。もうちょい、進んでみて。お前はなんだ？お前はなんだ？何時は神か。せや。我は雷。なんだあいつ。うわあ、なんか変なやついる。なんだお前。なんだお前。おどっか穴に入っていったな。なんだあいつ。動くと死ぬぜ。あんたと仲間さんはわしらについてくるんじゃ。ええー。なんじゃここ。ロシアンルーレットゲームじゃ。ここの奴らは新鮮な血を見に群がってきたんじゃ。ここあれが終わったら逃してやるぜ。3ラウンドそれでいい。一緒に遊ぶ仲間さんの命を選んでくれ。どういうこと？じゃあちょっと、そうだな。お前ちょっと一回行ってみるか？ロシアンルーレット？準備はええか？行くぜ。どうすんの？とりあえず、なんか、ああ、パーティーメンバーが死んだ。嘘だろ？次はええことあるはずじゃ。3ラウンド。
あっさり仲間死んだんだけど。いけるか？お前、いけるか？うわぁ、次は勝てた。敵が死んだ。まだ終わりじゃない。いや、もう返してもらえませんか？返してもらえませんかね？おぉ、もう一回お前いけるか？トラックの兄ちゃん。恐ろしすぎるんだが。うわあ！いやもう仲間いないって。レイジー頼む。いやあ、嘘だろー。いや、もう仲間いないんですけど。鶏さん、いけます？あなた。うわぁ、敵が死んだ。もう良くない？もう良くない？次はビッグベアとの勝負。これが最後？いや、もう勝てる気せえへん。仲間がどんどん、なんやくなっていくんですけど。よーし、いけた！たまらんの、あんたはここで未来を掴むのかもしれん。50マグくれた。これあんたが、苦み取れる儲けの基本の一握り。挑戦いつでも待ってるぜ。おい、ふざけんなよ、セーブすればよかった。セーブすればよかったな、これ。うわぁ、仲間がめっちゃ死んでもうた。ルールはルールだぜ、旦那。嘘やろ？嘘やろ？セーブポイントでは、素直にセーブしなさい。きっとそういうことじゃろうな。きっとそういうことなんじゃろうな。どこよ？次どこに行けばいいの？よう、面白い話聞きたい。俺は霧を掴もうとしたんだが、霞もしなかった。俺と鉛筆は尖れていない。とってもいいよ、やっぱり。なんなんの、お？あ？お？ちょっと待って。他は？仲間がだいぶ死んでしまったんですけれども？お？これか、このラジオかなんかが流れてんのか？お？なんだお前。ちょうど洞窟にいる男から面白いダジャレを教わったとこなんだ。行くよ。俺が水のそばにいるのはなぜかって？水面が大好きだからさ。待ってくれ、違う。俺が言いたかったのは、誰も水面が好きだろって感じで。帽子を残していった。帽子？装備か？お仕事帽子。装備できたが。いや、仲間がめちゃくちゃ減ってしまったんですけれども。そこについては、なんもない。上に行かざるを得ないか、これ、詰まるところ。オン？オン？オン？ほい。左のやつ気になるが。アイテム。とりあえず左行ってみよっか。ココラコーラ、お前何やってんだ。太陽を讃えよ。変なやつおったな。変なやつおったわ。下は？下なんかあるか？これ。あ？ジャンプって書いてあるぞ。下。ほんまに？なんか変なやついる。うわ？なんだ？レンジャーズ！今日こそ俺がお前たちをぶっ潰す！
俺の真剣タイジャビンタでな。いや、考え直せクソヘビが。お前の邪悪な企みは失敗するに終わるだろう。この俺たち。ああ、なんだ?サルベーションレンジャーズがいる限り。そして俺は、サルベーションレッド。水を飲み野菜を残さないよう頑張ろう。サルベーションブルー。顎を引き締め、いじめっ子を睨みつけろ。サルベーションイエロー。パパの言うことをちゃんと聞こう。たとえ酔っ払っていたとしても。サルベーショングリーン。麻薬に溺れちゃダメだ。友達にもさせてはいけないよ。サルベーションブラック。人種差別ネタはやめようね。おん?ピンクどうした?ピンク。おいピンク。おいおい、今はやめてくれ。頭痛がひどいんだ。ピンク正義の勝利はどこに行った?ああ、兄弟、昨晩は洗濯するの忘れていたよ。パーティーが本当に激しかったもんでな。ピンクしっかりしてくれ。これで今週2回目だぞ。おいおい、そうだな。俺はきっつい二日酔いだ。こんなことやってられるかよ。まあそんなわけで。バーイ。ピンク。あのしなしな野郎め。あいつなしではアルティメット坊主が取れないじゃないか。一体俺たちはどうすれば。なんだこの茶番は。なんだこの茶番は。戦闘なんのかよ。ちょっと会話しようと思っただけなんだけど。逃げられる。逃げられねえし。ヒットポイント回復。はあ、麻痺。よし、相手も麻痺にさせた。よしよし。麻痺はうましい。ついでに毒にもなったらいいな。よし、毒にもなった。相手は麻痺して動けない。いいよ、いいよ。麻痺強い。麻痺毒、状態異常強いんだな、基本的にこのゲーム。次こそは潰してやる。レンジャーズ。経験値は美味しいが。卑劣な奴らめ、またしくじった。退散の時だ。蛇の奈落滑り。ありがとう、一般市民の人よ。だがお願いだ、次はヒーローに任せてくれよ。ヒーローに話すべきだったのか。しくったな。あ、ここさっき来たとこか。あ、なるほど。ここさっき出てきたとこか。だいぶ変なとこまで連れ去られたんだな。おん?なんかあるよ。セーブポイントがありますね。ということで、素直にセーブしましょうか。まあ、場所は変えて。ということで、今回はこの辺にしておきましょうか。仲間が大変死んでしまいましたが。失われた命はもう戻ってこない。ということで、また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。